北斗七星やステリズムあるいは星群とは、天球上で複数の構成を連ねてかたどった、天文集合体及びその後語定義である。星座同様、趣味の天体観測の対象や、簡易的な時刻や方角、天球位置の把握手段として、有志以来親しまれてきたものも存在する。近代八十八星座が、国際天文学連合によって、領域や所属天体を定められた。 公式な天文集合体であるのに対し、アステリズムは一部の例外を除いて、国際天文学連合から認定を受けていない、非公式な天文集合体となっている。そのため、複数の近代星座にまたがっていたり、逆に星座内部に取り込まれていたり、さらには、情報源により、名称や領域が異なるアステリズムも存在する。古典的な星座、ローカルな星座もまたアステリズムである。 大プリニュースは、著書、博物誌において72のアステリズムについて、言及している。なお、近代星座同様、アステリズムの星の並びも、地球からの星間距離には基づいておらず、空間的なまとまりは持たない。デジタル大地線の解説。コトバンク。2018年2月4日閲覧。姫路科学館の製図より判断数の、平ら点問題の製図、より判断。 ありがとうございます。